どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。レンズアイランドの続きをプレイしていきたいと思います。前回はこのバックパックですね。バックパックを購入して、容量が150から250に増えて、で、このホットバーも4から5に増えたところですね。で、今一番必要なのが、この鉄系の装備を作りたいので、このアイアンシャードですね。アイアンシャードが欲しいですね。で、店で買おうかなと思って、この辺の木を切ったり、石を削ったりして、アイテムを売って、お金を少しずつ貯めてたんですけども、どうやらなんか洞窟に行くと取れるんですかね、アイアンシャードが。なので今回ちょっと洞窟に行ってみようかなと思います。あ、じょうろは作れる。作ってみますか。アイアンシャード5を使っちゃいますけど。今持ってるアイアンシャードが7。じゃあ、じょうろ作って、トーチを作るには、コールが5。アイアンアックスは、アイアンシャードが8。これで、あ、これだ。4番にセットして、お、これで、W、 お、これでやっと成長してくれるのかな。じゃあちょっと街に行って、コールですね。コールを購入して、トーチ。あと、もう少し大きいバックパック。確か300円で売ってるんですけど、インベントリのスロットが500。買っちゃいますか、300円。残り54円。で、コール。10個で15円。これ減らすことはできないんだ。じゃあ15円で10個。で、アイアンシャード。5個で10円。変えるだけ。ああ、これで限界か。よし、これで、
まずは、トーチですね。トーチをクラフト。アイアンアックス。アイアンアックスも作っときますか。クラフト。で、この辺は無理だ。リソースボーナスが今まで使ってたハチェットが 5% で、アイアンアックスだと 15% で、クリティカルヒットはローだったのがアベレージ、こっちに変えて、で、トーチ、これ45も使うんだ、アップグレード。よし、じゃあ行ってみますか、洞窟。ただ下の方にあったんですよね、まだ入ったことはないんですけど。おお、アイアンシャードと、あ、コールも出たんだ。あ、じゃあ、コールを使って、ライト。ん？エアロールトゥジャンプ。ラン&ジャンプ、走りながらジャンプして、空中でロールしろって言ってますね。すると遠くまで飛べると。走りながらジャンプしてロール。なるほど。あ、でも直せるのかな。で、難しいこれ。あ、ちょ、操作が難しい。よし。あ、じゃあリペアして。あー、これ、コール欲しいですね。コールを後で買ってきて、洞窟内を明るくしたい。コール4。
や、でもコールよりアイアンシャードが欲しいんだけど。あ、これあれだ、ツルハシは両手持ちなんで松明を装備しながらはできないってことかな。ライトつけて、お、これ初めて撮った、なんていうんだろう、ガラパス。なんだ。なんかある。あー、ちょっと待って。お、あ、これあれだ、ダークエッセンスだっけ、ダークエッセンス。うわっ、かわす、難しい。いやー、これマウスでやるの難しいな。上に何かある。違う。
おお、アイアンシャードいっぱい。またちょっと。よし。まず、これを壊そう。あ、でも壊さないで、このダークエッセンス狙いっていうのもありなのかな。あ、これは、あ、また来たよ。あ、待て！でかいの2体はまずい。あ、め、死んじゃう。ちょっと待って。回復。いやー、これ難しい。コントローラーでやりたい。これはコールが取れるとか、なんか石になんかついてるけど。あ、アイアンシャードか。おお。広いな。これ向こう側にジャンプで行けるのかな。行ってみようか。おっ、これは？待って待って、待って！いや、ダメだ。無理だ。危ない危ない。やばい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 、いっぱいいる。そう。
もうちょっといい装備にしたいですね。24。この暖かい場所だと HP 回復していくんだ。いろんなとこ行けそうだけど、待て待て、まっ、回復、これ下に巣があるかな。逃げろ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 、無理無理無理、回復しながら、危ねえ。いやー、あの下はちょっと無理だな、危険すぎる。一回戻ろう。めっちゃ食らった。いや、むずい。ストーン降る。
リペアして、あー待って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 、いやーこれどうしよう、戻ろっかな。32、むずい、これ。あ、これは、これはコールか。これ普通の岩ですもんね。こっから上に行けるのか、これ。なるほど。ちょっと待って。言い過ぎ。食料、よっしゃ、一回戻りますか。
ああ、もう暗くなってる。ここのライトつけて。あ、成長してる。で、あ、45か。で、木が200。で、45、どうしよう。45でアップ、ワークベンチをアップグレードするか、この辺をアンロックするか。順番で言えばこの辺かな。これ全部いや待てよ、一回木が200、よし、木が200溜まったんで、ちょっとアイテム売ってお金作って、アイアンシャード買って、でワークベンチのアップグレード、ストーンかな、ストーンを打って、で、ちょっと待って、次のバックパックが1000円で、スロットのインベントリーサイズが1000で、ホットバーが6、これも買いたい。ストーンを打って、で、よし、これで、アップグレード。お、おー。あ、これ何？ツールチェストと、あ、ウェポンラック飾れるんだ。あー、いっぱい増えた。蓄音機みたいな CD プレイヤー、あー欲しいなー。お、ウォータータワー、う、おお、あ、色色をつけるからブルーベリーとか使うんだ、バラとかで。アイアンシャドウ70、あー、この辺欲しいな。あ、新しいトーチと、あー、アックスだ。アクスとスティールアクス、いや欲しいな。うん、はい。では今回はこの辺で。
終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。